ベネベントカルチョはイタリアカンパニア州ベネベントを本拠地とするサッカークラブチーム。2021から22シーズンはセリエ B に所属。1929年に AC ベネベントとして設立。クラブロゴにも描かれている木、赤色の魔女と呼ばれるベネベントは2005年にクラブの財政難からセリエ c にに降格する。その年にクラブ名を 現在のベネベントカルチョに改め再出発した。また、南部チーム特有のスタジアムは独特の雰囲気で、熱狂的なサポーターがスタディオチーロービゴリートを陣取る、ことでも有名である。クラブ史上初めてセリエビーンに昇格した2016から17、シーズンにはで5位に入り昇格プレイオフへ進出。決勝で7位のカルピを破り、 クラブ史上初のセリエ A 昇格を決めた。セリエ A 開幕から14連敗という不名誉な記録を打ち立てたが、12月3日のアウェー AC ーミラン戦で後半ロスタイムの GK、アルベルト・ブリニョーリの値千金の同点ゴールで2から2の引き分けとなり、セリエ A 初勝ち点を獲得した。シーズンを通じて苦戦を強いられ、4試合を残して20位が確定。 1>, 1シーズンでセリエ B へ降格となった。2018から19シーズンは3位で終えたものの、昇格プレイオフ準決勝で7位のエース、チッタデッラに敗れ1シーズンでのセリエ昇格は、ならなかった。2019から20シーズンは、元イタリア代表 FW、フィリッポ・インザーギが監督に就任。 新型コロナウイルス感染拡大に伴う中断までリーグ戦21勝6分け1敗という圧倒的な成績を収め2020年6月7試合を残して3シーズンぶり2度目のセリエ A 昇格が決まった中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく括弧内の国旗はその他保有国籍もしくは市民権星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ベネベントが88年間で、初のセリエーション決定、来期は、ナポリトの同州ダービーに注目ゴールドットコム2017年6月9日。 インザーギ監督のベネベント、セリエ昇格決定クラブ史上2度目、フランス通信社、2020年7月13日閲覧。ありがとうございます。